なのおかしいよ。このままじゃ夏目があんまりだ。他のみんなだってこんな気持ちで戦いなんて望めるわけない。そうだ、そう言ってココさんに考え直してもらおう。難しいかもしれないけど、この船の中でソルダム陛下に意見が言えるのはココさんしかいない。カズヤ、ロゼル、どこへ行くんだい？ちょっとココさんに用が。それじゃあ。夏目の剣で行くんならやめた方がいい。やっぱりそうか。やめた方がってなんでさ。僕たちにはもうどうしようもないからだ。艦長に言ったって困らせるだけだよ。そんなん言ってみなきゃ分かんないじゃないか。分かるさ。 UPW の理念から考えれば、僕たちは和平を進める方向に動かなくてはならないんだ。そのために夏目が必要だというのなら、協力しないわけにはいかないだろう。なんだって。夏目は好きでもない相手と結婚させられようとしてるんだぞ。それをほっとけってのか。気持ちはわかるよ。だけど仕方のないことだ。和平のために犠牲になれっていうのか。夏目がかわいそうだとは思わないのか。思うよ。とても気の毒だ。じゃあなんでそんな冷静なんだ。どうしてそんな冷たくしてられるんだ。じゃあ熱くなっていれば救えるっていうのか。僕だって感情はある。助けられるなら助けてあげたいさ。だけど今も言ったように、僕たちは UPW として行動しなくちゃいけない。そうだろう、カズヤ隊長。それに夏目自身がこの状況を受け入れているんだ。だったらもう僕たちには見守ることしかできない。そんな、それじゃまるで、まるで。カズヤ、あんまり悲痛な顔をするな。その顔はかえって夏目を苦しめる。それじゃ。ロゼル、君の言っていることは多分正しいんだろう。でもこのまま納得するなんて僕には無理だ。もう一度夏目と話をしてこよう。じゃ夏目、僕だけど。カズヤか。わらわは疲れたと言ったはずじゃが。ごめん、どうしても話がしたくて。入るがよい。やあ。話は何じゃ。何じゃって分かってるでしょ。見当もつかぬ。君とソルダム陛下との婚約の話だよ。それがどうかしたか。うん、夏目が本当はどう思ってるのか、それが気になって。先ほど話したであろう。祖国アライアンスのためを思えば他に選択肢はない。そういうことじゃなくて、夏目自身の気持ちを聞きたいんだ。ソルダム陛下とは今日会ったばかりだろ。だから本当にこれでいいと思ってるのかなって。くどいな。何度繰り返させる気じゃ。わらわに迷いはない。和平の礎になれるなら本望じゃ。それが望まない結婚でも。わらわが望むかどうかは関係ない。関係ないなんてそんなことないよ。いいかい夏目、君は誤解されやすい。一見とてもわがままに見える。なぬ。でも本当はそうじゃないってことも僕はすごくよく知ってる。君は誰よりも周りのことを思い、公女らしくみんなの幸せを願ってる。とても気高い精神の持ち主だって。だけどこれは違うよ。いくらなんでもみんなのためだけに自分の人生まで犠牲にしちゃいけない。そんなのひどすぎだよ。ねえ夏目、正直に言って、
君はソルダム陛下が好きなわけじゃないだろう。君が結婚したいからするんじゃない。みんなのために、和平のために仕方なく婚約する。そうでしょ。ダメだよそんなの。君自身が報われなさすぎる。大丈夫、政略結婚なんかしなくたって和平条約は結べるさ。ソルダム陛下は名君だ。アライアンスに対してひどいことをするとも思えない。だからそうココさんに言ってみようね。カズヤ、そっちは優しいの。夏目、優しくてそして残酷じゃ。わらわのせっかくの決意を揺るがしてくる。頼む、もう何も言うな。これ以上苦しみたくはないのじゃ。苦しみだって、やっぱり嫌なんじゃないか。当たり前じゃ。じゃがどうにもならぬ。そんなことはある。甘いことを抜かすな。今回アライアンスが侵略したのはセルダールだけか。古墳、アジート、ピコ、マジーク、暫定の連合とはいえ仮面惑星をことごとく占領した。これら全ての星に許しを請うには、工場を差し出すくらいのインパクトのあることをしなくてはダメなのじゃ。セルダールの王がいくら寛大であろうとも、そのくらいしなくては収まりがつかぬ。そんな、それじゃまるで夏目は生贄じゃないか。黙れ、その物言いが残酷だというのじゃ。はあ、その通り生贄じゃ。わらわが嫁いでもアライアンスには妹のユズがいる。つまり公女の代わりは他におる。わらわはお払い箱なのじゃ。分かったであろう。それでもわらわは行こうというのじゃ。少しでも祖国の役に立てるなら、それで臣民の安寧が保証されるなら、喜んでこの身を捧げよう。何を泣く。夏目、ごめん、僕は無力だ。謝ることはない。国家が相手では当たり前のことじゃが、今は一人にしてほしい。出ていくのじゃな。夏目、そちの焼いたクッキーの味、わらわは生涯忘れぬ。セルダール国王、ソルダムセルダール陛下、並びにご同行の皆様、ご到着にございます。お主がこの船の代表か。はい、艦長のココナッツミルクと申します。本来でしたら公女ともどもこちらより王宮に赴くところ、ご足労いただき恐悦至極に存じます。正直なとこ私もそう思うのだが。よいのだロディアック。陛下、こたびの婚約はセルダールとアライアンス、あくまで同列に扱いたい。ならば中立の場を会場とするが必要。恐れ入ります。公女の支度はできておるか。
はい、ご案内いたします。ですわね、うん、陛下はお優しきお方、姫がお幸せになられることを信じるほかあるまい。そんな、いや、リリーの言う通りだ。両国の平和のためにはこの婚約は不可欠。冷たいようだけど仕方がない。てめえ、よくもそんなこと。アジート少尉、静かになさい。頼む、もう何も言うな。これ以上苦しみたくはないのじゃ。苦しみだって、やっぱり嫌なんじゃないか。当たり前じゃ。じゃがどうにもならぬ。ソルダム陛下、ご入場です。一同敬礼。セルダール連合代表、ソルダム・セルダール国王陛下、並びにアームズ・アライアンス盟主、夏目イザヨイ公爵殿下御両方、本日結婚の約をなすための納采を行われます。引き続き供物の神殿へと参ります。うお、すっげえ豪華。キンキラリンなのだ。こら、二人とも厳粛ですのね。はい、夏目、まっすぐ前を向いている。どうして君はそんな顔でいられるの。本当は泣きたくてたまらないだろう。今すぐに逃げ出したいだろうに。どうして。でもなった、あんまり悲しそうじゃないのだ。我慢してるのよ。だが眉一つ動かないというのは、ひょっとしてまんざらでもねえ。まさか。し、静かに。いよいよ契約の儀だ。あれが婚約の。ああ、契約書だ。あれにサインしたら、もう本当にいいのかよ。なった、考え直すのだ。もう無理だよ、今さらサインを拒むわけにはいかない。そうなのだ、カズヤ。なったんが言っちゃうのはもう絶対なのだ。絶対、そっか。もうダメなんだ、結局何もできなかったな。本当に僕は無力。天地神妙にかけ我が心、とこしえなることをここに誓う。ねえ、あれ見てください、夏目さんの手。あ、震えてる。やっぱりか。そう、やっぱりだ。一見平気に見えるけど、気丈に振る舞ってはいるけれど、でも間違いない。夏目は泣いている。カズヤ。おい、カズヤ。ちょっと待った。
つよ。ん？そうだ、今はっきりと分かった。僕は夏目が好きなんだ。いつの間にか好きで好きで大好きでたまらなくなっていた。もう遅いのかもしれない。僕は無力なのかもしれない。でもそれでもこの婚約は間違っています。カズヤ、これは公女のお気持ちを無視した歪んだ契約です。即刻中止してください。バカ。何を抜かすか貴様。セキュリティ。はい。ソイ、失礼します。夏目、諦めちゃダメだ。たとえ工場であろうと、みんなのためにずっとずっと泣いて生きていかなきゃいけないなんて、そんな悲しい決まりは絶対にない。カズヤ、なんたることを、あってはならぬ不祥事だ。ナッツミルク殿、この責任をどう取るおつもりか。カズヤ君、こら聞いてるか。私は今 UPW としての責任をだな。よせロディアック、めでたい席ぞ。これは失礼。ともかくさっさと続けよ。どうした、早く再開せ。それがそうもいかぬらしい。え、見よ、公女が気を失われている。夏目、いささかショックが過ぎたご様子。どうであろう、今日のところはここまでとしては。いや、しかしさすがに儀式を途中で切るわけには。ほう、では未来の妻を叩き起こせと。あー、いやいや、もうわかりました。ではナッツミルク殿、そういうことだ。次こそ粗相がないようにな。承知いたしました。では失礼しよう。ふん。敬礼。映像よ。あ、ココさん。具合はどう？具合？あ、まだ少しズキズキしますけど、でも大丈夫です。そう。あの、婚約は？延期になったわ。本当に？夏目さんの具合が悪くなったの。でも回復に時間はかからないでしょうから、早ければ明日にでも。ねえ、カズヤ君、どうしてあんなことを？ごめんなさい。でも、言わずにはいられなかったんです。夏目は、本当は結婚なんてしたくない。一生懸命平気そうに振る舞う彼女が、かわいそうで切なくて。やっぱり、そういうことなのね。はい。僕が叫んだって、何も変わらないことは分かってました。でも、それでも我慢できなかった。無力な自分を言い訳にして、何もしないでいるなんて、そんなの。
とても無理でした。はあ、参ったわ。和也くん、あなたを夏目さんの世話役にしたのは失敗だったようね。すみません。一つだけ聞いておくわ。あなたは UPW の顔に泥を塗り、近く軍法会議にもかけられる。それでも自分のしたことに後悔はない？はい、ありません。そう、わかった。それを聞けば十分よ。え、あのココさん？待ってなさい。あなたの仲間を信じて。ココ、どうだったのだ？和也くんなら心配ないわ。怪我はしてないみたい。そうですか。だが、何らかの処分は下されるのだろう。ええ。あれだけの騒ぎを起こした以上、不問というわけにはいかないでしょうね。よくて隊長降格。ひょっとしたら、隊をクビということも。え？そんなの、絶対嫌なのだ！そうですわ。夏目さんだけでなく、和也さんまでいなくなってしまったら。ああ、大 NG だ。ココ、おめえの力で何とかしろよ。無茶を言うな。それでは UPW として連合に示しがつかない。うっせえな。じゃあ和也がクビになってもいいってのか？自業自得だろう。あんな場所であんな発言をするなんて、いくらなんでも馬鹿げてる。なにー、てんめ、もう許さねえ。よせ、アジート少尉。そうです、喧嘩したって始まりません。ロゼルさん、和也さんは夏目さんのためを思ってやったんですわ。そうなのだ、仲間のためなのだ。そんなのは分かってるさ。だけど、それで許されるわけじゃない。いやね、空気が重たくて。こんな時はバカンスにでも行ってパーッとしたい気分だわ。バカンスですか？おいおい、何能天気なこと言ってやがる。そうなのだ、それどころじゃないのだ。さすがの私たちも今そんな気分にはなれませんわ。そう、あなたたちはそうよね。ん？艦長？バカンスといえばホッコリーが近いのよね。あの星にはまだ未開拓の無人島も数多く存在するとか。そこに逃げ込めば人目につかずに過ごせるんじゃないかしら。そう、誰にも見つからずひっそりと。あ、いいわね。私も行ってみたい。和也くんもあんな騒ぎさえ起こさなければ行けたかもしれないのに。かわいそうに。それももう叶わないのね。あ、まさか。そういえば無人島のデータベースはブリーフィングルームにあったっけ？でも誰も行く気がしないんじゃ関係ないわよね。あ、いけない。和也くんの映像、急ごしらえだけあってセキュリティが甘いんだった。せめて鍵くらいは電子ロックにしておかなくっちゃ。あ、ココさん。ああ、やることいっぱいね。バカンスなんてとても行けそうにないわ。聞いたな。うむ。聞きました。なのなのも聞いたのだ。バッチリですわ。本気か？私たちは決戦に備えてテンションを上げておく義務がありますわ。はい、悔いを残したまま戦いなんてできません。だけど UPW としては。
少尉、これは UPW としての行動ではない。そう、あくまでも仲間としてだな。なのだ。